これに一言。というわけで、小泉さんね、大阪の吉村な、広文さん、吉村さん、まあ吉村、大村ゆえさん、あと、北海道の鈴木、道長さんっていうかな、ね、まあ、親沖縄の玉井さん、この5名で協議してください。そう、もうあなたたちが、ね、支えてる、そう、5名で決めてくれ、そう、採用で決めてくれ、ああ丸山達也さんね、同情する、あと、永明の中村時郎も協議して、そう、英島家紋の意見は、まあ、宮沢さんも意見も聞かず、ね、村井義弘も意見も聞かず、もう、極少数の知事集めて、そう、問題にあって、協議してください、その辺に、菅総理、答申してください、ここだけ解除してくれて、もう、引き続きまん延防止規定使って対処する、みたいな、もう、こういうことは、まあ、単純にかい、自民党、ちょっと時短営業、ちょっと見なさい、これ、ひどすぎる。全国の飲食店、販売店、壊滅寸前やぞ、僕が言って。同じことじゃない。お前らは壊滅させて、コロナじゃなくて、お前らは壊滅させて。そう。お前らは壊滅させて、コロナに責任って言うな。このことは、テロ事務総長、自民党主体の日本政府、いい加減な報告してました。そう、これ。おかしいと思って、こんなに1000名近い数値が出たら、今頃の、アイアムレジェンドっていう映画ご存知でしょ、ウィル・スミスさん主役のね。アメリカを作った映画わかるとおり、そう、こういう状態になってました。うん、誰もいない土地になってると思います。うん、私も現実見せられた、去年のね、そう、戒厳令、初めて戒厳令、彼もそう、そう、戒厳令、彼もね、みんな混乱しました。そう、みんないなかった、誰もいなかったよね。まあ、例えばこれを参考に、すみませんね、イオンさん、ちょっと、テロズムです。こういった人がいない状態で私電車に乗ってた、恐ろしいこと、そう乗ってたんです、そう、これが現実でした、そういうことです。そういうことでした。要はね、日本政府は嘘っぱちの思いでした。さあ、ちなみにこのバナナがね、バラしたの七水木、あいつ日本政府公認のテロリスト、多分 WHO の中にもこのテロリストの一部がいます。日本政府の職員じゃなくても言います、その世界中に。このナナイーストって言うんです、ナナイーストね、セブンイーストっていう、セブンイーストっていうテロリスト、そう、こいつ押しましょう、生き神です、そう、本物のテロリストです、そう、プリキュアです、キュアブドフサムってご存知のハードキャスト、日本のアニメで、そう、そう、こいつがねやりました、そう、こいつが不正選挙で、そう、自民党復活させたテロリストです。とはいえサーリンセブンごと水には、俺世界中に告発したぞ。よって日本政府は軍事力で潰そうし、もう戦争や。残念だったな。四国の人たちは大丈夫。まあ徳島もいいんや。後で圧力かけるから。いや、四国の皆さん、新山学校の皆さん、ありがとうね。教えてくれて。そう、サーリーセブンこと水木やからね。そんな人気あったらね、世界中からね、新山にな、投資が届いてて、新山校ももっと綺麗な施設になってるはずだろ。あのずさんな施設内容を見て衝撃的でした。あれでもう経済は完全に崩壊してるから、ずっと前から崩壊してると思いました。結論のせい、新山の人たちは今までの人たち脅されても知ってましたよ。どうりね、加計学園の人がなんで急に言い始めた、そういうことで、森友学園の株池夫妻みたいに、この方も、そういうことだよ、俺も出席だし、調子食べないし、ほら、安倍晋三に止められてダメやったやん、俺も出席して、ちょっと、どうぞ喋りたいって言ったやん、この方も、長野時の、俺で言ったやん、ところ安倍晋三止めたやん、もうダメやったやん、それも喋りたいって言ったやん、ちょっと、青柳さんみたいに喋りたいって言ったやん、もう喋りたいって言ったかったやん、言ったやん、そういうことは黙り込んでいて、ね、今。そういうことや、なんでかというとな、どなびてね、四国の責任者という家島かも、こいつ全国知事会の会長やろ、こいつかも、規制ばっかり、家島かも、意外なのことばっかり言っても戦争やぞ、覚えとけ、テロ事務所長、日本政府、そっぱちの報告しました、ああ、この2年間でいい感じの報告しました、そう、私は見たように東京都も大阪も、そして初めて行った福岡も、そう、MK の新山も大丈夫でした、そして初めて行ったあの埼玉も、な、同じですよ、多摩地域も大丈夫でした、そう、こういうことでした、大丈夫でした、静岡も大丈夫でした、十分大切です、石川県の金沢市も大丈夫です、そう、
石川県初めて戒厳令単独で発動した自治体、めちゃくちゃ綺麗でしたね、本当金沢港ね、めっちゃ綺麗でしたね、本当に新山港は広い現状です、むっちゃ広い全然何に港湾施設のためのな投資マネーが届いてない、マネーが届いてないってわかったらとんでもないことだ、それがね、あのサーリーセムの富でっち上げだったらこう証明したさ、あんなに人気あるんやったらね、新山市はね、この新山港もっと綺麗な施設になってるはず、漁船区間みたいな判断しました、恐ろしかった、ありに言うために2回目行きたいよ、こんなに来たの初めてよ、日帰りでも行ける場所やったよね、だから東横にあるやる、あそこのちょっと施設が複雑やったそう、複雑やったよ、あの前原駅にもあるんやけど、ここにもあるんやけどね、ちょっと複雑やったよ、あのジャランネットね、ゆくるさんいつもありがとうございます、まさかあんな東京駅ね、銀座の一丁目か、あのところに本社を構えてびっくりやね、ほんとびっくりしましたね、本社機能、びっくりしましたほんとに、まさか KDDI とセブン、同じ三菱系列だったびっくりやな、ヤフー、ね、ヤフージャパンだけどね、びっくりやな、ほんとに、まあそういうことでした、今日は日本政府嘘っぱちで、いくらとも被害被ってますよ、知ってるコロナ以前からさ、自民党、景気上向いてやな、そんなにはよかったな、無申告加算税と廃止、もうこれ廃止してから、そうか、ほんでみんな法人税金、これ廃止してる、これ買うよりは、もうこれ廃止してるわね、もうもっと安くだろ、そう、対処できるわ、もうこんな還付金不要じゃん、もう大丈夫だよ、できるわ、架空世界は SM さん、最初から日本政府に払ってねえよ、ほとんど海外に税金払ってるわ、これはアメリカ政府とイスラエル両国の計らいでね、意外とこの関係があったって設定した、では後ほど言います、それじゃ